はい、こんばんは。黒の滝を中古で買いました。でですね、これはそのまんまなんですけど、これから艶消しを拭こうと思うんですよ。それの変化具合を動画ネタにしようと思います。こちらの墨入れ途中のも艶消しする予定です。で、これで自分が動画をこれつなげられれば1個の動画にしたいと思います。ビフォーアフターで、とりあえずこれは塗る前です。以上。はい、こちらが墨入れを今拭き取りました。墨入れのみの状態になります。台車周りも、まあ、ちょっと雑だけど、あんまりまたね、こするとね、綺麗に落ちちゃうんで、ほどほどに残したいから、この辺でいいかな。もうキリがないんですよね。もうこれも 2回塗り直して拭き取ってるんでじゃあこっから艶消しをぶちかけていこうと思います。以上。風がすごい。やば。こんばんは。じゃねえや、これ動画つなげれたら動画つなげようと思ってるんで、はい、艶消しの方が完成しました。艶消し後になります。日に焼けて塗装が艶がなくなった的な感じです。黒なんか特に渋い感じ高級感が出た。渋いね。こっからウェザリングをするとさらにいい感じになります。以上。はい、こんばんは。さて、この散らかりまくった机でちょっとウェザリングをやっていこうと思います。どうしようかねどうしようかね。カメラ越しでやってると失敗しそうだよな。あ、ほんのり濃くやってもいいし、ほんのりでもいいし、黒だからね、決まんないかもしれない。わかんないな。
ょっとちょちょんちょって適当。ちょ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 っと。失敗したら失敗したで、あの水拭きすりゃほどほどに落ちるから、適当。とりあえずはやべ、なんかうまくいかねえな。どれぐらいついたかとか。あ、ちなみにこの2種類のサビを使ってます。これとこれ。まあ、適当にこうサビ水が流れた的な。あと河川の汚れつけたりとか。あとどっち側だっけな。こっち側だ。こっち側は構造上。車輪の跳ね上がりの汚れがあるから、こう下からこうピュッピュッと。どうでしょう、ね、こう適当にやると、まあほんのりこんな適当から、こんな適当だから、ほらやっとけば、なんつーの、こうやってシャーって通ったぐらいでじっくり見ないからわかんないじゃん。あとカメラ越しでやるとダメだな。シャーって通った時に、あれなんかちょっと汚れてんじゃないぐらいな程度に。ほんのり味付けできない、誰でもできますよ。まして、あのほら、実写の写真を見ながらさ、実写の写真を見ながらやればさ、見本があるから、ガンプラと違ってまだ楽な部類だと。まあこんな感じで、結局これサビ水が流れてこうつく汚れだから、ちょっと車輪の跳ね上がりをつけたいんだよね。まあ、あやべえ、手すりがこれ折れてたんだ、やべえ、ちょっとまた接着し直さないと。ちょっとこのジャンク品的なのだとちょっとね、踏ん切りがつきますよね。やっちまえみたいな。なんか後で売ることを考えたりとかさ、あと何、希少品だったり高価だったりするとできないじゃないですか。これぐらいならやっちゃっても俺売る気ないんで、あんまり。むしろこのウェザリングしたやつを売ってくださいっていう人が現れたら、ちょっとやべえ、次やべえよ、ウェザリングしたのを売ってくださいっていう人が来たらいいね、仕事になるぜ仕事受け付けますよなんつって。たださ、クレームが怖いよね、こんなはずじゃなかったとかさ、ゲームは怖い。ただこれもう全く同じものは作れないから、工場じゃねえからさ、手作業手芸品みたいなもんだからさ、あんまりやりすぎると。まあいいや、こんなもんで。どう？
とやりすぎたかな。こういうのは酔っ払ってる時にやるべきだよ、あの思い切りが思い切りがつくから、ね、ちょっと手すりなんとかしないといいんじゃない。このマークも何もボケてんのこれ、レタリングのマークも貼り直したし、手すりだとこれなくさないようにしないかな。やばい、明日も早くやらないといけないね。こういうのやりだすと止まんなくなるんだよね。できたっていう、あとこのまあ上なんか見えないけど、まあ、しまい板じゃねえや、金網のとこにこさびを、すっげえ適当こんな感じで、こんなとこで、こんなとこでって言いながらちょっと止まんなくなるんだよね。ちょっと金網のとこ、やべえ、つきすぎるとさ、すげえ不自然になるんだよね。あとはこれでこうやるじゃないですか。でちょっとこれ不自然なとこ出ちゃうじゃないですか、どうしても横に入っちゃったりとかさ、間違って、ただあの濡れた綿棒でこう微妙に伸ばしたり落としたり薄くしたり、なんかこれ不自然だよな全部同じラインになっちゃうと不自然になるんで、まあいいんじゃね。ということで、こんな感じになりました。以上。はい。阿部さん。どうぞ。はい、ストップ。エコースラー。はーい。コースラー。はい、コースラーみたいな、こんな感じになこんな感じになってきました。これ台車回り見るよ、これここはもうやりたい方だよ、アホみたいに汚して、これでも足りないぐらいだからはい、オペさんどうでしょう。ちょっとボロくしすぎたかな。ないの、あっちの滝線、トミックスの滝線がピカピカの新車だから、あれはちょっとやるの怖いあれを新車みたいな感じで一緒に混ぜて、ゾロ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 とたまに綺麗なのが入ってたりとか、あの白っちゃけたやつ作りたいんだけど、なかなかあれもちょっとそのうち買ってくれるんです。腹下なんかも、あ、台車が一番いいよ、これこっちも汚れてるな。ちょっと汚しすぎたかな。やべ、タマちゃんが、タマちゃんがお怒りこんなのことばっかやってるからタマちゃんがお怒りです。ということで、いいんじゃないの。一個一個はさ、あれなんだけど、これをつなげて走らせるとね、なんかいいんだよ。なんかいい。ちょっとそのうちつなげてダーッとやります。今日はちょっと時間ないんで、ダーッと滝を走らせます。以上。